ジャパネットは20日、テレビショッピングが30周年を迎えたことを受け、21日の午前11時から、テレビショッピング30時間生放送を行う。その中で、創業者の高田明氏、75、高イコールはしごだか、が、1日限りのテレビショッピングを行った。写真、変わらない、75歳になった高田明氏の金鋭高田氏は、10年ぶりだもんね。 ドキドキ、やめて10年経つんですけど、10年が早くて。もうすぐ76になるんだけど、歌っていいのかな、笑。高い声が出にくくなっているね。でも、今日は叫ぼう、とにっこり、出るかな、と緊張の面持ちながらも、北国の春、お見事に歌い上げた。得点は92点で、高得点をマークした。高田氏は2016年1月に、テレビショッピング